しょっちゅう人に話してるということないの？違う、その時の子供らの勉強状態や。勉強状態か、何しか大島さんに行き始めて、で休まれへん、あの飛行機乗れなかったら休まなあかんって言って、大島さんに怒られるって言ってた。15分やから早くおしっこ行こう。よっしゃ。こっちから行こう。